第34回沖田家宅のマージャンロワイヤルリターンズいらっしゃいってやつですね。いらっしゃい、ね、34回三四でございます。はい、こんにちはと。いや、急にスイッチオンにしなきゃいけないからもう大変だよね。はい、まずは前回の振り返りなんですが、前回は沖さん優勝でございます。なんと振り返らせていただきました。なんかすごい逃げてたのに追いつかれて最後ギリギリ逃げ切った、ね、ギリギリ逃げ切りましたね、よかったです。最近調子いいんで。はい、28回以来だから大井高春の回に優勝して以来ということで。なるほどなるほど、ね、でも思ったよりね、よかったです。もっと昔だと思ってました。いやいやいや、見たいよ、沖さん優勝したとこ見たい。見たいでしょ。嬉しかったよ。最近すごいのよ。何がすごいの？天保九段。あ、そうそう、九段すごい。あの、まあ大したことないのよ。いやいや、アクティブユーザーが31万人ちょいいる中の、まあ、40位か50位ぐらいなの。昨日たまたまその話したの、その要は白鳥で、うん、で、やるのって言ったら、天保結構真面目やってますよ、うん、何段なの？8段って言ってましたよ。はい、そうなんです。で、奥さんが九段、まあ、40位ぐらいなんだね。31万人の中の40位ぐらいだから、そんな大したよね、まだ。どうしたん？9段はすごいね。9段すごいですね、はい、あららら、来た、はい、ついに来た時代が。いよいよ種まきの時期から刈り収、刈り取りの、はい、時期に E リーグもプラスでございます。プラス3ポイントプラス3ポイント E リーグいいっていうのが寂しいね。寂しい。でも来年2段になる俺。もういろんなことがもう彼覚えられないぐらい。来た、ついに、ついに来た。かもう種まきの時代から回収だが。ここ行っちゃう。かまで。かまで行っちゃうか。じゃあ大きいかも買わないだろこれね。そうだそうだ。そのための布石としてここをもう一回優勝したい。連続。なるほど、はい、いや強敵だね。じゃあ強敵でしょ、はい、お願いします。そして魚拓さんの本がミレオチ3が5月28日発売ということで。そうなんだ、はい、おめでとうございます。そっか、連載終了終わって最後のまとめて、まとめて初めてですね、これ。あの、俺番組で紹介して紹介するの、うん、おほうほう、ありがとうございます。本当にすごい、こういう番組好きだな俺。別に売れても一銭にも一銭にもなんねえけど、うん、いや、いいな。え、プレゼントは？え、俺もないのに。俺、ミレウチ1、4冊あるからね。これで、なぜか棚に綺麗に置いてあるんだよ、マジで4冊本当に、なんかね。じゃあこれもし機会あれば後で決めましょうよ、うん、プレゼントするしないとか。じゃあ、 あの負けたらとかね、うん、そうそうそう、ね、そういうなんか決めましょう。わかりました。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではそろそろゲストの、今日はなんかコンセプトが違うんですよね。うん、そうなんです。はい、違う、いつもはプロの方を、プロの方、あるいは女性の方、はい、方を、芸の方なんですけど、うん、ちょっとこれライターって、まあ、麻雀打つ方、はい、結構いるじゃないですか。結構いるじゃないですか。頂上決めねえか。おー、はいはい、なるほど、ね、うん、だからね、ガチ系の人を、はい、もう厳選に厳選を重ねて、はい、お呼びしております。だから今日は、まあ言ってみれば、はい、J リーグなんですよ。おー、 M リーグじゃないです。はいはい、 J リーグのトップを決める。それチーム戦なんで、そんな個人戦です、うんうん、個人戦ね。誰が一番、はい、うん、あ、やっちゃうよ、もういきなりやっちゃう。じゃあこの今日勝った人が、はい、このライター業界、パチンコパチロライター業界で1位になるってことね。はいはい、1位です。わかりました。はい、だからもう敬語も呼ばなきゃいけないんですよ。そうだね、はいはい、あの次会った時は。そうそうそう、はいはい、キムさんふざけんなよ、うん、木村さんだろって。そんな変わんなくない？ラしか変わんなくない？ラ、ね、ラは大事よ。ラ、ラグ言葉よくねえよ。まあまあまあ、まあ、そうね。そうね、まあ、もうなるほど。じゃあめちゃめちゃ重要な戦いですね。わ、はい、かりました。で、そのエントリーされたのが、さあ果たして誰なのか、はい、ってことですよ。お一人ずついきましょう。はい、ではまず、はい、一人目はこちら、久米ヨシンです。よろしくお願いします。ガチ系キャラといえばもうやっぱこの人でしょ。萩原イズムもう、はいはい、もう抜け過ぎて、ライデンジュニアみたいな感じです、ね、ライデンジュニア、はい、いや、あの最近ちょっとマージャンはあんまやってないんですけど。そう、リアルはあんまやってないんだ。ああ、そう、はい、まあでも、あのファイトクラブとかよかったでしょ。ファイトクラブはやってます、うん、はい、あいつの推し知ってんすよ俺。誰だと思います、ファイトクラブの。ファイトクラブ一人決めるでしょ、その誰。はい、
俺知ってますよ。誰だろう、女性？男性です。男性、はい、有名な人？まあ奥さん知ってます。前田直也。ブー、早い早い早い。誰だろう？沖さん、沖ひかるさん。沖ひかる？後で気まずくなる。俺ちょっと嬉しかったのに今。内川さんだって。あ、内川太郎プロを推し面でね、はいはい、なるほどなるほど。その M リーグに多分加わる前から、そう、内川さん、内川さん。あ、すごいすごい。結構だから内川さんのファンの中の順位は結構いいとこ行く。あのランキング出ますからね、100位ぐらいまで、はいはい、へえ。じゃあ本当のガチだ。ただね、やつ悪い癖があるんですよ、こうセットでやってって、うん、俺が上がるじゃないですか、うん、俺より先にこう裏ドラめくんですよ。あ、そういう悪い癖なんですよ。それめちゃめちゃマナ悪い。そうだ、言ってやって。マナ悪いだよ。うまいけど、マナ悪い。マナ悪い、ね、ちょっと微妙だな、それ。今日は精一杯、はい、精一杯いただきたい。ハンバーグ目指すよ。そして続きましてはこちら、マリムです。お願いします。いや、サラーボーライター界で麻雀といえば、うん、もうマリム鈴木でございます。そんなつもりはない。なんなら、あの方、うん、もうこっちのライター一人ですよ、うん、で、麻雀プロの中に混ざって一時ずっと飲んでましたから、ね、あー、なんだ、飲んでた。対局はしてないですけど。対局ではないじゃん。俺、一回迎えに行ったことありますから。あ、本当に？滝沢さんから SOS が。ま、マルミさんかっつって。なんか、まあ、あの、お酒飲むとね。全員プロだったんで、ライターとして負けるわけにはいかないなと思った結果、はいはいはい、気づいたら木村さんのことを結構言っちゃってる。勝ち負けがあるんだね、飲み会には、ね。ちょっと負けたくない。俺あんま知らないけど。まあ、マリブ君はね、打ち慣れてるというか、結構よくいじられるのが、その一回カジュアルにワイヤルで出た時かな、うん、あ、マリプさん、格調の高い麻雀ですねって。それ、褒め言葉じゃないし。俺知ってる、俺知ってる、トラウマになってるから。それ俺知ってる。カジュアルだって病気じゃん、はいはいはい、絶対褒めない。絶対褒める病気だよ、何に関しても。そう要は石が転がっても褒めるじゃん。褒める、っていう病気でしょ。ね、そのパターン。もう、あ、こう引き出し開けてもなくて、なくてしょうがない。拡張の高い麻雀。振り下げなかったらバレないんで、それは。今日も拡張高く頑張ります。お願いします。お願いします。目指すところは何ですかって。あ、目指すところはマリブ君。あ、もちろん宇宙です。そして最後は梅谷選手、マリブと来ています。他にもう一人忘れてませんか？どっちですか？どこがガチなんだよ。ルールも知らねえじゃねえか。サンタ知らなかったじゃないか。バカ野郎、よく来たよこの現場にってルミネに言われてましたよ。じゃあド忘れですって。あ、ド忘れで、ちゃんとちゃんとド忘れ。人はあるじゃないですか、ド忘れ。とにかく、はい、ライター界でガチ系の麻雀打ちって言ったら一応僕代表格の一人だったんですが、はい、今まではそれを超えたんじゃねっていうぐらいの方が現れました。ついに。本当ですか？俺知ってます。いや、ギリギリかな。知ってるの？お会いしたことない。多分何回か過去にある。あ、本当ですか？あれ緊張しますね。いやいや、お願いします。ではお呼びします。こちらの方です。どうぞ。どうも、ポロフです。ポロフじゃねえか、バカ野郎。帰れ帰れ、バカ野郎。ポロリじゃないです、ポロリ、プロです。いや、中田浩二プロ。中田浩二プロでございます。なんとね、日本プロ麻雀連盟に、はい、はい、入りまして、入りまして、大木さんの後輩になりました。後輩でやられてるという。だって麻雀、そのプロになった理由知ってます？ポロリが、うん、知らない。寂しいからですよ。なんで寂しいの？そうだよ。彼女もできねえ、できない、友達もいない、いない。でも麻雀で4人、周り3人、うん、あ、いるから。そうそうそう、なんか好き勝手にね、言えるし。そうそう、ほっとする、ほっとするっていうね。リーグは一緒なんですか？リーグ一緒なんですよね。そうなんですよ。でも、あの、
一個いいですか、はい、そのリーグ戦終わるために闇ツイートをちょっと俺もういい加減ミュートにするよ俺わかります、わかるんで、その辺のフォローの仕方とかも僕今日はねレクチャーしたい、一応先輩として一度は通ってきた道なんで、ね、道なんで、そうなんです、そうなんです、そうなんです、その辺もねいろいろ話したいことございますんで、今日は本当楽しみですよ。すごい目です、はい、ちょっと怖いです、はい、ここで勝って、はい、なんか未来の自分につなげようみたいなこと、この人すっげえ途中からプレスかけてるちょっと優勝が見えてくるところに、はいはいはい、ここで負けたらもうお前の未来ないぜみたいなこと言うから、おっしゃ大丈夫です、そのプレスには二十数年間耐え続けてるんで全然耐性があります、あ そこは大丈夫です、そうよね、そこは大丈夫です、勘違いしますね、俺の本当のプレッシャーを受けたことないよね。マリオはあるけど。マリオはあるけど。マリオはあるけど。マリオか。あいつそのプレッシャーないと思う。ちょいちょいありますね。泣いちゃう系でしょ。もう言われると。俺狂犬って言われてるんですよ。ガッテンソっすよ。ガッテンソの本当のプレッシャーを受けたことないっすよ。それはすげえ。ゴリゴリだ。じゃあボロイさん。はい。今日目指すところは。目指すところは一番です。頑張っていただきたい、はい、皆さんよろしくお願いいたします、はい、ルールの方はいつもと同じでね、トンプ戦10回のトータルポイント勝負です。マンズピンズソーズに赤が1枚あって、親は上がりレンちゃんですね。で、5回戦までの順位で後半6回戦以降の抜け番が決まります。とあとオープンリッチがあるんでね、お忘れないようにということです。そして優勝者には3万円分の商品券が、そしていつも通り最下位の方には僕を含めた出演者6人分の高級お弁当代をガチでお支払いしていただきますということでね、今回は炭焼きうなぎの魚いうなぎ弁当1人前3500円、6人分の合計が2万1000円となりました。これ初めて2万超えましたね。2万ね、2万超えはね、初めてほとんどない、初めて記憶にないぐらいですよね、うん、で勝つとこれ3万円分の商品じゃないですか、うん、でも今日に限ってはそれ以上の価値がありますね、うん、1位になることっていうのは、うん、そういうことね、はい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 、 J リーグですからJ リーグって言葉好きよねこれいまいちピンときてないよ。ジャンバリの J ですよそれを言ってよ、なんだジャンバリリの J ね、なるほどなるほど、分かった分かった、分かってる人いた、ジャンバリの J ってほら誰も分かってない、いやだから感の悪いやつはやっぱそれ E に甘んじてるってさあいきなりプレスが、はい、始まっておりますけれどもね、軽くね、はい、軽くね、うん、さあではいつも通りオープニングの締めということでどうしましょう。まあ、こういうのは本当に梅谷選手上手なんですよ。ああめちゃめちゃうまそう。ちょっと待って僕ここに来るの何年ぶりか分かんないぐらいですいやいやこれに限らず番組のその締めとかすごい上手じゃないですか。沖と魚拓の麻雀ロバイヤルリターンズスタートです。お願いします。え、それ言うだけですか。はいはい、カメラに向かって。え、沖と魚拓の麻雀ロバイヤルリターンズスタートです。じゃあ行きますよ。沖と魚拓の、やっぱ違うな、ちょっと、いや、違うんですよ、今これ、めっちゃいいことなんですけどじゃあ、僕じゃないっすよ、やっぱり、うん、マリブさんかな、そう、やっぱそうね、そうね、沖と魚拓、はい、沖と魚拓の、沖と魚拓の、はい、沖と魚拓、はい、いつでも行きます。では、お願いします。沖と魚拓のマージャンロワイヤルリターンズ、てか、そもそも、なんか、うん、いやそもそも人間的なところですか。そもそも今回はいよいよ J リーグ開幕ですって方が良くないですか、はい、あーなるほど、なるほど、じゃあポロシさんお願いします。沖と魚拓のマージャン、おいどの話だからてめえはいいなんだバカすぐパス来たら打たないとさ止めるじゃん。あなた今言ったじゃん。絶対さあ絶対いよいよ J リーグ開幕です。はい、さあいよいよ J リーグ開幕です。沖と魚拓のマージャンロワイヤルリターンズスタートです。できてるでしょ。できてる。頑張ろう。第34回沖と魚拓のマージャンロワイヤルリターンズ1回戦の始まりです。
はい、それでは対局者の皆さんに意気込みを伺ってまいりたいと思います。まずはちーちゃんの奥さん。はい、どうもよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。もうあの宅外戦術というか、はい、カメラ回る前からのこうマウントの取り合い、はい、で今回キムさん絡んでないんですよ、そのマウント取り合いに、はいはいはい、一番絡みそうな人が、はい、やっぱその辺は僕ら空気感分かってるんでこの二人のねこうもう掛け合いがもう怖くて怖くて麻雀がちゃんと打てるかちょっと自信ないですけれども精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いしますそれね本番でやってほしいですよね、うん、まあ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 いいでしょう、はい、続きましてなんちゃが梅谷さん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今あの釣りの話してただけなんですけどねまあでもあの僕はあの本当リアル麻雀も久しぶりだしこういう場も久しぶりなんで、はい、とりあえずちょっと一回上がってちょっと緊張をほぐしたいなと思っております。頑張ります。わかりました、よろしくお願いします。続きましてシャーチャがポロリさん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、よく見る T シャツが。いや、そうなんです、ね、フェイト T シャツです、はいね、はい、ファットじゃない、ファ、はい、ファットはデブでしょやめてください。はい、フェイトです。運命です。あ、はい、運命です。はい、麻雀プロになってからこういう対局っていうのは初めてですか。あ、映像対局初めてですね。お、はい、記念すべき、はい、J リーグが始まるわけですね、はい、J リーグ始まります。はい、わかりました、楽しみにしておりますので頑張ります。よろしくお願いします、はい、そしてペーチャガー魚拓さんです。ただの釣りの話じゃないですよ何琵琶湖のブラックバスの話から、はい、法律に行きまして、法律、俺のが知ってる、いやこれ実はこうなんだとかってもうそれもう胃もたれしてますよ聞かされて俺黙って聞いてたんですよ俺もまあなんで仲良くなろうなんて気はもうみじんもありません、うん、みじんもなるほど、行きましょう、行きます、わかりました、よろしくお願いします。それでは1回戦対局のスタートです。お願いします。よろしくお願いします。さあ、そして実況的にはマリブさんにお越しいただきました、はい、お願いします。よろしくお願いします。一発目実況席はね気楽で良かったです。あー、やっぱりなんかまあ何回か出たロワイヤルとはちょっと違う、いやそうなんですよ、ね、感じしますよね。マージャン漫画とか、うん、そういうので、うん、聞いたセリフというか、はいはいはい、カモがいないときは自分がカモだと思えっていう言葉あるじゃないですか、はい、今日それだなと思って。え、マリブさんが、はい、いや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 、キムさん、梅ちゃんとポロリと一緒になるとこんな感じになるんだ。いや、この二人が一緒のところないじゃないですか、うん、ほとんど僕もないですね、見たことは。もちろん実際ほとんど何かでご一緒したことないですよね。仕事で一緒になったってないかもしれないですね。僕びっくりしたのが、うん、梅ちゃんが敬語なんですよ。え、全然俺それが先輩びっくりして。先輩なの？だって年齢もキャリアもポロリの方が。さあ、ドラが3ピンで。あ、そうなんだ。オキさんいいですね、はい、ちっちゃの全然。梅選手いくつになったの？僕41です。お前は43です。あ、2歳違うんですね、はい、だって初めてガイドの時二十歳ですよ。そう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 。あ、OK です。はい、これもね、ドラはないですけど、うん、まあまあ、うん、三色も見えそうだしすっげえ楽しい回になるなって思ったら、うん、そうでもなかったですか。ギス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 してますか。いや、キムさんがこの雰囲気出すって、そうっすね、僕は共演何百回もしてて、めったにないっすよ、その、なんとも言えない空気感を出されてる。俺っすか？うん。キムさんがその状況になるってあんまないんで。もうちょっと楽しくね、なんかないっすかね、なんか楽しい話しましょうよ。ハートウォーミングななんか話ないの？なんかハートウォーミング、いやいや、うん、まだ1回戦っすから。いやいや、ちょっと嫌だ俺。いやいや、ふざけんなってもう調子こいてないよクソアドオナスだって始まる前のやつも木村さんが、うん、マウントの取り合いって言わなかったらまあまあ和気あいあいかなと僕は思ったんですよでも木村さんがちょっとお前らどうなのみたいな、うん、言うことによってなんか気まずくなっちゃったっていうあの辺がやっぱテクニックですよね。そうなんだ2人は気づいてないと思うんですけど。なるほどね、同業者というか同僚というか仲間ですか、うん、そういう感じでやってるわけですから。お、これで梅谷さんも赤赤ドラですもんねこれ。タクを囲んでさ、ね、うん、そ
かね。なかなかこのメンツで打てないですからね。そうですね。うん、これはねリーチ来たくないけど親なんですよ。一手代わり待つかウーピン切って両天秤に。あ、もうそこリーチ来ましたね。これがねまあ上がれればいいし、まあ一人天杯あたりで B 局でもいいんですけどね。上がりれんちゃんですから。そうか、上がれんか。お、一発で、お、お、スッと出た。おお、でもドラありますからね、リッチパスドラ7700です。はい、リスピノベタン、うん、やべ、7700点って言わなきゃいけない。チッチって言いそう。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。まずはトン一曲、沖さんがいい出だしを切ったという感じで、トン一曲の1本目です。ね、いいっすね、うん、気持ち楽になりそう。宣言杯の裏筋だったし、うん、まあ、ちょっと切りやすいっていうところもあったし、うん、かついい手だったっていうね、うん、ポロリさんがね。10回やるから最初から引き気味でいったらなんかっていうとこもあったっすかね。あー、確かにね。いや、僕はその結構最初強気でいこうかなと思ってたんで。はい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 。ね、木村さんたち相手に気持ちで負けちゃうとあれかなと思ったんで、先行するとちょっと余裕ができるんでね。おお、ドランコ、うわ、いきなりドランコ。後の形良くないですけど、まあ、手広くいきたいですよね。第3弦までは狙わなくてもいいかなっていうぐらいのね。木村さん知ってます、うんうん、なんですか。ポロリさんは、うん、第二の日吉達也を目指せオーディションに優勝したんですよ。それで来期の B1 セレクトっていう月に1回やる公式対局の実況を彼がやることになった。すごい、うん、素晴らしい。びっくりしました僕。これはミスチョイスですね。これからでしょう。いや、でも本当びっくりしました。麻雀で争うんじゃなくて実況の上手さで争うんですよね。そう、スキルで争うってことで、そんなオーディションがあるのはもちろん知ってたんですけど、まさかポロリさんが優勝するとは。沖さんなんで出なかったんですか。だって僕は無理っすもん、実況は。僕一番難しいと思ってるんで、麻雀打つより難しいと思ってるんで実況。いや、ね、すごいっすよ。ポロリでできるのはできます。他に、はい、あの誰が出たんですか。その新人の人がメインでしたね、うん、そのライバルと目されていたのは。そう、阿久津翔太さんとかジャン力で言ったらね、ダントツで抜けてたけど、俺出てなかったな。それじゃあキムさんが出る実況に。実況だぜ、解説じゃなくて。できるわけねえだろ実況が。できるできるできる。やってみます。じゃあみんなみんな一回ずつ。あ、ここで、ここで無理だ、無理だ、無理だな、無理だな、無理でしょ。こういうとこあるですよね、木村さん。たまにあのガチ系の番組出たいとかって言い出す時が何年かに1回あるんですけどね。すごいです。じゃあもしかしたらそのなんか大きな大会で見える可能性がね、楽しみだな。しかし沖さんも手がいいな。いや、いいっすね。さしご、しごろ、しごろ、さしごろ、しごろがとりあえずいってるね。優勝はなかなかっすね。ただポロリさんもまとまってる、最初から決まってたんじゃないか説も俺出来レース、もう出来レースで、そういい話題にはなりますよね、その、うんうんうん、でポロリって名前ではやられてないですよね。そうなんですよ。そうなんです。選手名はね、何が名字で何が名前かっていうのがねちょっと分かりづらい。ポロリとかじゃダメってこと。それじゃあちょっとね、きついんですよね。沖さんぐらい分かりやすい。僕は大丈夫だったんですよ、名前と名字があった。だってそれが NG ってなった時に、俺その翌日だか翌々日だか一緒だったんですよ、うん、収録で、うん、今までの20年間が全て否定されてない気がしてそういうことじゃなくね分からなくはないけど、そういうことではないです。そういうことではないんで安心してください。はい、今は出ちゃうか。でも2枚出てますね。まあ頑張ってほしいですよ。ただオープニングで言ったあの闇ツイートはもうあのやめた方がいいですよ。ものすごいおまけになられたんですよね。
おまけになられましたね、93という、はい、なるほど、それは何名の公式ルールだと つかなかったの、うん、まあ、つかなかったの、いや、技術が足りないってことですよ、まあ、つかないとは言えねえわな、うん、いろんな要素が複合しないとそうはならないでしょ、うん、奥さんだとそんなんないでしょ、そういうことです、うん、まあこれからっすよ、そうですよね、だから僕はポロリさんに言いました、うん、93負ける人は、うん、93勝つ打ち方をしてるから、うん、安心してくださいと、さあ両手にいい先輩っすね、いや本当に僕はそう思ってるんですよ、トン切りで目いっぱい、うん、いや三ヤオか、僕なんかその負けて50ぐらいなんで勝っても50なんですよやっぱり、うんうん、そういう打ち方なんで、まあでもあれですよ、93負ける打ち方をした結果沖さんに7700の報酬ですよ、はい、うん、まあこれは運なんで、これ運なんだ、はい、一応ウーピン切りの曲げにイーピンは通りやすいっていう、いろんなことを考えた上での、はいはい、当たるんだっていうのは、はい、僕は分かってのリーチなんで、そこまでの、はい、さすが九段読み合いが先輩としてね、うーん、これは換算層にちょっと手が引っ張られちゃった感じですが、嫌なんだけど、頭ができました、まだでもリアンシャン点、これも魚沢さん痛い、やさぐれてんすか、いきなり、お休め、これは闇点で 5% をきっちり取りに行くと、多分サブローピンが直前に出たのも多分嫌なんでしょうね、ババって出ましたもん ねポリさんシャーチャー役はある、どっち、うん、5万、ここは2万か、2万も3枚見えてるからそんなに良くないですもんね、うん、さあ仕掛けが1個入りました、ここでまあリーチに行く手もありますが、うん、仕掛けてるから余計出やすいとかもあるし、あ、おお3ピンが薄いんですか、はあ、なんだろう、あ、そっか、端っこ含みの仕掛けだから、ペンちゃんを、ん、そうですよね、ん、リャン、魚沢さん、さあ、噛んだ、そうか、魚沢さんの現物だから、一応スーピンで、さあ、そして、リャンコでしょう、リャンメンチーノということですよね、魚沢さんケアだとはいえですが、これで3ピン積もったりして上がり伸ばしたらね、ちょっとね。ねって沖さんはこういうマナワルは平気なタイプなんですか？平気です。平気なんですね。全然。全然。人は自由なんで。人は自由。僕はそういうスタンスでやってます。うお、強い。2000オール。2100オール。はい。3000箱お願いします。さあ、本局の2本場。ここまでね、沖さんが2回続けて上がって、うん、前回優勝してその勢いそのまま、まあ沖さんはねいつも一戦目二戦目ってすごくいいんですよ、前の人開かなくて、それがお弁当終わったあたりぐらいからだんだん上がれなくなってきてみたいなパターンが割とよくあるんですよね、どっち回りかすら分かんなくなるかな、久しぶりさあ今回もねドラウーマンでダブドラの赤が入ってるっていう、なんで梅ちゃんってさ梅谷選手ってみんなから言われるんだろうね、なんか最近そういう話しましたよねどっかでしたね、はい、あの木村さんが番組の言い出して、うん、そうキムさんはそういう風に呼ぶよね、なんかまあ僕は木村さんはそうやってなんかこう後輩だけどちょっと立ててくれてるというかおうだなと思ってました、ずっと距離感がある、初め全然面識がなかったんですよ、うんうん、その一番最初初めから面識あるわけねえだろ、すいませんよく一緒にやってますねそのなんつうのバカなくせにてめえの知ってるのいちいち突っ込むんですよ、歌は嫌われんだおめえはすいませんすごい、だからその本当の初めだったんですよ、誰も消しかけてないのに初めでちょっとなんつうの、お面白いな、まだつながりメディア、あのそうで、その梅谷真っていう存在も俺は知らなかったんですよ、うん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 、で完全なる後輩なんだけど、うん、でも当時は雑誌館でこうあったじゃないですか、全然、ね、うん、だから、うん、ガイだったんですよ梅谷っていうわけですよ、うんうんうん、だけど
外部の人だから、うん、分かるんだけど、その後輩っていうのは分かるんだけど、うん、まあなんかマウント取るのが嫌だなと思って、うんうんうん、梅屋くんっていうのもなんか嫌だなと思って、うんうん、なんとかくんってあんま呼ばないもんね、うん、で3ってつけるのもなんかあれじゃないですか、うんうん、なんでその間を取ってっていうか、間で梅屋選手になったんだ、へえ、それが広まってるってこと、広まってるっていうか、木村さん以外はあんまり言われない今ポロリも呼んだじゃん、今ポロリも呼んだじゃん、初めて言ってくれたと思います。俺も梅や梅ちゃんって、梅ちゃんですね、うん、確かに梅や選手ね、三田来さんもなんかそういう感じでよく選手さんが今積もってパーソと言ってたところなんですけど、アーピン引く以外はそうですよね、もうここさっき切って他のところをマークして持つみたいなところですね、まあ、ポロリさんもローマン引けば両面に変わるけど、うん、ローマンね2を引いたら、まあ、そうなんですよ、引き戻してイースマン強いけどドラ出ちゃうのがっていう感じですよね、まあでも赤ドラじゃないし、おこれで急所の数ワンね、埋まって3色も見えてきた、だんだん進んできましたね、ウーピンが結構早いんですよ、キョタクさんが失礼、なかったです、あれがマタギが効くんですよね、で今ウーピン2枚出てるんで、はいはいはい、リーチかかった時はね結構強いっていう、うん、確かに、で奥さんそれよく知ってるんですよ、はい、あ読み合いとして先あの木村の先切りみたいな、じゃあ奥さんは止まるかもしれないですね、こっちですね、さあ海野さんはこれね、ちょっとこうしちゃうっていう、そうそうそう、はい、それが一枚これ理想ですね、はい、ここは一番引きたかったですもんね、あ、お客さん3色3万引いた時がちょっと迷うかな、あこれで単位を持ってきますね、一発走2度引きのイーシャンテン、先端ピンイペーコまで、そうですね、嘘を引ければ、うん、両層、酸素がもう出てますね、うん、奥さんやっぱり安牌置いてるから、ね、まあめったに報酬しないんですよね、リーチかかっても難しいのは、あの安牌をいつ放出するかとか、リーチの時はその辺合わせればいいんですけど、闇天の時でこれちょっと切りたくないなっていう時にだんだん小出しにしていくわけじゃないですか、でできた後にリーチがかかってそのタイミングの難しいんですよね、さあテンパイ、これが一番難しい役が崩れたやつ、シャンポンもある、まあ赤狙いの嘘は嘘が1枚飛び、でも大きさにスッチそう、まあ切りやすいか、うん、シャンポンが、はい、お、絶好、ウィーマンは現物ってことですよね、このタイミングで切るってことは、梅屋さんはもう一回シャー切って、うんうん、あ、積もりましたね、500銭は、700銭弱、はい、これで奥さんの親が落ちました、久々のサイコロだった怖いよ、7、あ、7取りづらい、あ、全然いけるじゃん、うん、8が出たら怖いよ、そう、左の8が分かんないのよ、ああ、あの、カッて分けてくれるとまたあれなんですけど、でも、はい、あれも、まあ、久々だと失敗したりするじゃないですか、6で分けるのか、まあ、5になっちゃってるとかね、はい、ありますよね、親切のためにやったんだけどな、逆に相手混乱しちゃうすいませんみたいな時もあるから、あと、まあ、普通に8のね、うん、まあ端っこを数えていくか逆から数えていくのかもね、うん、奥からか、奥からだと7で済むんだけど、7だと一目の人も逆から数えるっていう習慣があんまりないから、うん、さあ魚卓さんの手がちょっと国士っぽい、奥さんはメンツはゼロ、ドラが数ピンで、奥さんでもドラドラだったかな、ドラ1か、ポロリさんは純ちゃんっぽい第1打数層、チートイツも見えてきた、
いやこれ国士はちょっとあるかもしれないですよ。三シャンテンですもんね。3枚引けば天敗。100万はまあでも上がれんだと出づらいっすよね。いやそんなことないです。まあ子供の分にはね、あの全然、まあトンプーだからとか確かに上がりえんちゃんで、うん、なんか曲数自体が、ね、大なんか上がりの速度がちょっと速くなった時にちょっとね、100万ってどうしても深い順目になりやすいんで、そういった意味では出にくいかもしれないですけど、まあでもなんだかんだ出てますよ。3万これはあんまり嬉しくないか。ちょっと寄れ気味か。先に危ないとこを見せて、いや盛り上がってきたね。ライト J リーグも会話も弾んで、そうですね、うん、和気あいあいとした雰囲気で、はい、うん、相当盛り上がってんじゃないですね、うん、対局1回戦でこの雰囲気って、はい、僕初めてなんで、この10年近くで、うん、いい感じに盛り上がってんじゃないですか。多分聞くことないでしょ。そう確かに。確かに改めて改めて聞くことはそんなないもんね、うん、だって最近何やってんですかって、釣りと麻雀じゃん。そう、まあ、それ以外ない ね、 ね、うん、釣り麻雀仕事ネット麻雀、うん、ね、もう以上だもんね、うん、仕事忙しいですか。まあぼちぼちですね、うん、だいたいみんな把握してるもん ね、 ね、全員の仕事量とか雰囲気、うん、どこ住んでんですか。はい知ってます。はい、ね、なんもねえもんな。知りたいこともねえしな。身長いくつですか。身長いくつ。169ぐらいなんですけど170のふりしてます。で海野選手昔すごいちっちゃかったんでしょ。そうそう、あの僕中学の時とか学年で一番ちっちゃかったです。そうなんだ、はい、おラスハイですよ。ラスハイの白これ一気に楽になった。いやしかもみんな話してるから意外とね5も重ねちゃう。確かに国士上がれるときってラサイを引くときなんですよね。態度がでかいからかな。いやまあラサイ引くのが難しいからっていうだけのなんか。いやでも分かります分かります。4枚目引いて天敗とかなんかもう上がりしかないよなっていう気分になりますよね。で、あと欲しいのがイーマンとチュンとシャー。イーマンチュンシャー。チュンもピンチ。全然書いてないです。あやっぱそうなるよ、ね、はい、チュンも3枚目。奈良かなんかっすよね。奈良です。ラスハイ引いた後実家の話とかできますよね。いやごまかせやすいです。自分が考えるのは切る順番だけなんで、はいはい、陶芸をされてて。陶芸、へえ。で俺一度器もらったんですよ、うん、あのコーヒーじゃまんでね。コーヒーの微妙なところですね、うん、はい、それで飲むコーヒーがうめんすよ。あらありがとうございます。プロの、まあ、あのずっともう僕が本当に物心つくぐらいからやってて、でその時教師だったんですけど、へで早期退職してもやってます。釜を持ってんの、ね、釜は持ってます、はい、釜を自宅に持ってんの。まあそうですね。あお釜じゃない、これでちょっとね、ピザみたいな、ローマンから切るかやるやつでしょ。ピザを焼くみたいな。そうですね、まあ、シール2つは決まってるんで、それも自作して自分で作った釜を自作したの。釜自作。あもうポロリさんは辞めました、ね、で僕はあの子供の頃それの手伝いが本当に全然引かない。あこれで目いっぱいならトーン、トーンがトーンが続々と集まってきて、まあ、トーンはね住宅さん持ってるから話はとにかくチュン。それすごい。いやでも奥さんともそういうの分からないと思うんですけど、うん、例えばですよ、うん、例えば、日本酒天杯乾燥なんかと、その器のその厚さとか器によって全然味が違うんですよ。え同じものを注いで、同じものでも、うん、あのコーヒーもそうなんですよ、あじゃああながち嘘を言ってるわけじゃないんだ、本当にそのあシャヒタイシャンテン、さあこれでチーピンで あれってなるこれで飲むと美味しい。まあ自分が好きとか、はい、ありますね。ほらだからビールもそうじゃん、薄張りなんつって薄いので飲む人も、薄いグラスで飲むのがいいって人もいれば、引けばいいな。あと同じものしても味が変わってくる。手には2枚、トロリさんが2枚だから何1枚出てる、1枚出てる、あないわ、ないポロリさんが打つしかない。ポロリさんあこれでイースソーはイースソーが振り点なので、すいません、まあでもローマンあチーマン周り引いても振り点だし、
カウソのまま。すみません。申し訳ないです。かローソタンキ。ああ、ローソタンキか。バニーが来てるのはローソタンキです。スーチストがバラバラと見えて。でもローソも薄いですよね。だコーヒーもさ、俺、まあよく飲むでしょ、うんうん。俺、ストロー使って飲むことないでしょ。ないないない。俺。あるわ。うん、絶対ない。ないでしょ。うん、あれだと、甘みを感じにくいんですよ。へえ、あ、その空気の触れる量っていうことですか、ね、あのね、下どこで飲むか、要はストローだと奥まで行っちゃうじゃん、はいはいはい、手前じゃ甘みって確かにそうだ、だ苦みが強くなっちゃうんですよストローじゃ、それでいうと僕いつも同じボスのカフェオレ飲んでるじゃないですか、あれやっぱり味違うんですよね、微妙に缶によって、缶によって違う、缶によってっていうか、その多分保存状態とかで味変わるんですよ、今日のうまいなとか、だもしかしたら本当に毎回いつも飲んでるからそういうのがあるのかも、感じるのかもしれないね、あ、はい、あテンパった、お嘘でもなくギリギリテンパ親で9ピン陶芸っすか、そっか、ガネンか、うん、そうなんですね、キムちゃん何やってんのよ、さあこれトーンがね何枚目かどうかなんですよ、あ、これでテンパイ取れた、これで3人テンパイ、ホールさん1人乗ってるんですね、さっきの上がり分がそうですね、あ、1人乗ってるんじゃないです、あ、そうか、ユタクさん、はい、流れたんですね、イシャンテンだったそうです、流れ、あ、そっか、1本流れ1本500ドル、あ、失礼、たくさんテンパってないですよね、はい、オーラではテンパってましたねさっき出してたから気をつけよう、木村さんが世間話し始めたら気をつけよう、沖さんもね、まあ、今日はどうか分かんないけど、あれですよね、あの自分がまあまあのもうあんまり考えることないいじゃんってあるじゃないですか、引くの待つだけみたいな、はい、その時によくあのクイズとかを送ってきたりするのであ、なるほど、傾向をちょっと今チェックしましたわ、そうそうそう、今回はね、でもこういう連鎖がクイズも何もないだろうみたいなのが、今さらと言ったらあれですけど、ね、みんな知ってる人が、ホールさんもメイさんも知ってる、いや毎日気温とかいろいろ違うから全く同じなわけないよって言われました、その話したら分かんないよ、興味ねえだろ、味には興味がないもん、興味なかったっすね、だって同じものだもん、違うとか分かったら嫌じゃん、だって一番のご馳走ウィダインゼリーだよそんなこと言ってねえわ俺のご馳走はメロンだわメロン好きなんですかそんなに、だから周りにね誰もいなくなるじゃん、いずれ長生きしちゃったら、もし僕がねしちゃったらね、そんな持ってっから月一でさ行けろ、月一は少ないな、しかも高級メロンじゃなきゃ嫌だし、俺2週に1回食わしてやるよ、嘘、うん、嬉しいね、しょうがねえ、そのためにコンビニでね今のうちにおごっとかないとね、そう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 、奉仕しとけ俺のが長いよ、何が生きるの、いやそんなことない、どっちが長いと思う、まあなんかこう多分木村さんの方が長いと思う、一見そうでしょ、あ、いやノンストレスだよ、沖、うん、さんがノンストレスだから俺何気にむちゃくちゃ健康だよ、うん、沖、うん、さんな気がすんな、うん、だって木村さんすげえ変なストレスかかってるもん、ストレスは関係ないからね、長寿に関係しないから、いや、まあ、生命力は細いですよ、いや何気に体は丈夫なんですよ、僕2人がそのまま置いていくことを想像するとこういう仙人はいるけどこういう仙人はいないですいないですよ、いないのそういう仙人になるの2人は、そういう気性の荒さの仙人はいないですそうなのよ、はい、すげえ、確かに老人になったらこういう老人はあんまりいないですかね、あでもドヤ街とか行ったらいます、ね、どうやって行ったかおめえ、はい、いや緊急入院するじゃん絶対この人、したら3日後なんで、冬ソナじゃねえんだよ、なんで緊急入院って緊急入院モードに突入したらもう3日後にはもうありがとうございましたってなる、うわすんなり、これは闇天5200いいな、これはしかも変化が、あこれは嬉しいですね、これでこの部分切ってって、あとはジャントを、まあ、ローピンだとちょっと空気が残っちゃうから、ロ
うわっと1200点ですかこれ。5200は5500。はいはい、沖さんからの直撃、これでトップがちょっとね、トップ争い面白くなってきましたね。あれサブロストに囚われてたらもうちょっと時間かかってますもんね。サブロストが残っちゃうんでね、はい、結局ね。で その時にサブロスト待ちと関数マンの選択になって、まあ大体サブロストが残ると思うんですけどね。さあ下ろす、ごめんなさい、1回は上がりてって言ってたんで。そうですね確かに、ほっとしたろ。では魚拓さんです。ドラザペー、おー、そのペーは1枚だけ。大木さんが後輩パイだ。赤赤、そして白もある両面。これついた。そうですね。もう言うことないですよね。そうですね。これ文句なしのハイパイ。まあできればリーチなしのテンパイ、リーチでいらないテンパイに組みたいところですが、はい、まあすぐテンパればね。あ、ごめんなさい。すいません、失礼しました。あ、これで万全。白出て。本でも全然大丈夫です。これリーグ戦だとどうなるの？あ、失礼しました。特に問題なく、はい、終わり。あとで叱られたりしないですよ。わざわざやったらどうするの？わざと。わざとやったらイエロー。でわざとがどうするのかわかんない。うわ、最高です。でも濃いなやつはイエローカードになりますね。で3枚でもうあの出場停止みたいな。あ、3枚で出場停止なの？そんな感じの2枚でなんとかみたいな、うん、明確にあるんですよ。トールさんはトイトイまで行きたいですね。ヤクヤクトイトイでマンガンで、例えばペイが同時に3枚。さあ追いつけるか、うん、ただもうスチーピンテンパイが入ってるぞ今にも引きそうな1枚見えた時ハラハラする。そうですね。そう、あと2枚でキャベーみたいな。これもし仮に追っつかれてリーチってなったら奥さん引く可能性ありますよね。あります。特にこんな無理しなくていいで、流局すれば逃げ切れるんで、うん、ハク3枚切っ てそうですね。そうです、全然あります。で魚拓さんのリーチ一発で打つと、打ちました、逆転されました、トップになっちゃって終わりみたいな、うんうんうん、自分3着とか。あ、それが嫌ですもんね。それだけは避けたいところだと思う。積もられる分には別に、はい、2着とかもあるし。そうです、まくられても2着だし、うんうん、やっぱ2着3着の差が結構でかいんでね、うん、うわ。さあそして魚拓さん両面地位から入りました。ちょっとね、形に制限がある。うわー、テンパった。役割、しかもイーソー盲点。おー、ペだ。決まっ、うわー、1万2000。三色ドラさん、すごい。あのハイパイから追い越して直撃、そしてトップです。まあ、やめると思いますけど。これは連チャンします？しません。了解です。はい、というわけで1回戦が終了しました。トップを取ったの大逆転、魚拓さんでした。ありがとうございます。いや正直あのハイまだ早い、まだ早い。 あのハイパイから上がるとは僕らは全く思ってませんでした。いや、まあ、見えてましたね、この最終形が。いやいや、ペン1個しかなかったし、3層引いてたら上がれなかったの。なんならぐっちゃぐちゃのハイパイだったしよかった。あ、もうこれもう面前だと無理だろうなっていうね、泣けちゃいました。いやでも出たとこ良かったな。確かに。いいとこ出ちゃったよな。奥さんがめちゃくちゃ良かったんですよ。そうね。いや奥さんほら9段に上がって、うん、でしかも最近のワイヤルこの序盤すげえ強いじゃないですか。はいはいはい、あ、またかって思ってたんですよ。うん、めちゃくちゃ喋ってる。いいとこからドラ出たね、俺ね。気持ちよかったんだろうな。先生、ほんと。いやー、おめでとうございました。はい、もう、メロン持ってっからね。はい、はい、ありがとう。さあ、続きまして、2着が梅谷さん。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。いや、梅谷さんも、親の時ね、はい、いい手も入ってたし、そうですね。関数マンのやつも良かったし、はい、みたいな感じで。どうでした？1回は上がりたいっておっしゃって。そうですね、なんかちょっと緊張ほぐれました。ねえ。はい。でもトークの時は全然緊張してるように見えなかったんですよ。いやなんかちょっとあの後の空気はちょっとしんどかったんで、ちょっと今は木村さんがトップ取っていい雰囲気になったと思います。はい、まあ、むしろポストより気使ってるみたいな。あ、はい、まずはいいスタートということで、ありがとうございます。はい、そして逆に言いたいのが3着の沖さん。こ
こんな結果誰が予想しました？いやいやいや、もうハイパーのね時点で三巡目スチーパイ、うん、スチーピンテンパイで、まあ、役割で入って、はい、いやびっくりしましたね。まあ両面泣いたからなんか苦しいか早いかだろうなと思ったけど、まさかペイが当たってワンツー1万2000とは思わなかったです。いやもう前半はすごいね、いい感じで。唯一もし流れがあってかターニングポイントになったとするなら、トン2曲に僕がタンヤオで張ってる時にキムさんの名本系のあれを意識しちゃって、はいはいはい、シャーダン機にしちゃって老僧の上がり逃しがあったんです、はいはい、あそこだけです ね、うん、そうすね、あそこからですね。あれはもしかしたらターニングポイントになったかもしれない。そうですね、まあまあしょうがない、気を引き締めて次回以降も頑張ります。はい、そして残念ながら4着のトロリさんでした。はい、どうでしたか？いやいや、もうトンパスでいいピン打ったところでもう終わっちゃってました。いやいや、でもまあね、トロリさんともいい手だったじゃないですか、うん、はい、まあしょうがないっす。あそこでいいピンを引いてくるのが弱いです。やみツイートすんなよ今していいよ、今していいよ、やれよ今やれよ、やみツイートよいやいや、次戦以降でトップ取って言い返してやりましょう。はい、頑張ります、はい、ということで、1回戦トップは魚拓さんでした。おめでとうございます、はい、ありがとうございました。やられたらやり返す。なるほど、いいね、倍返しだと。いや、いい奥様もらったなと思いますよ。そうですよね、本当に羨ましい。3回に1回ぐらいそのキッチーとか言うのやっぱりアジアンの店のサンマクラブね、もう長年誰がその参加したい、それな名前のある人だと。酒井さん、酒井さん、はい、佐川さん逃げ出したんでしょ。逃げ出したか、まあ、逃げ出した。坂井さんにそんなこと言えんの木村さんだけだよ。へぇ、そのシーン苦笑いしてる。いやいやいや、そんなことないと、いいちゃんとフォローしてくれてると。何、人を仲違いさせてよ。